死体？トゥビー、あれ破壊されたエイリアンの母船が。ようこそ我が創造主の墓場へ。お前たちは。トゥビー、気をつけてください。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアンはもういない。なあ、こいつら殺していい？イブ、落ち着け。まだ話は終わっていない。ち、分かったよ兄ちゃん。何百年も前にこいつらは私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅させた？今度絶滅するのは君たちアンドロイドか。機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器。ネットワークの上に芽生えた知性、創造主はそれを凌駕する。大した時間は必要としなく。自分たちの創造主を倒すなんて。いいんだ、こんな奴ら。植物のように単純でくだらない構造の生き物は価値のない。私たちが興味があるのは月にいる人類。人類？そう、人間は魅力的だ。理解不能だ。記録によると同じ種族で大量に殺し合う、愛し合う。その行動原理は目を見張る不可解さ。私たちはその真理に迫りたい。だがその模倣作品であるアンドロイドの諸君に調査を手伝ってもらいたいと思っている。手伝う？そう、月にいる人類を引きずり下ろして生きたまま分解して分析してその秘密の全てを暴くんだ。こいつだけだって。僕もそんなことやらせるわけないだろ。トゥビー、こんな奴らに惑わされちゃダメだ。ああ、じゃあ交渉は決裂というわけだ。滅ぼすしかない。君たちここにいる怪物、宇宙人というの。そろそろ時間だ。これが私たちの創造主の末路。お前たちが信じる人間はどうかな。逃げられた。エイリアンたちがすでに滅んでいた。トゥビー、とりあえずバンカーに戻って報告しよう。